時刻は夜11時30分を回りました。ここからはバットオップハッシュタグリバトークトゥダドームです。今夜もインタ FM から、生放送してます。4回目今日参加してるメンバーはジョジョです。ハトです。ベンジャジーです。先週ゴルフコンペでホールインワンしたGキットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッシュタグリバトークでみんなつぶやいてください。あの質問拾っていきます。お願いします。なあ、早速それだ。早速それだ、はい、どこでももう行っていこうと思ってます。どこでも行ってく、はい、もう会う人にもうとりあえず挨拶がてら。いや、そうだよね、うん、俺もなんか一緒に行ってて別チームで回ってたんですけど、はいはい、後ろで回っててなんかLINE が動いて、さっきGキットがホールインワンしたって言って、はい、やっちゃったよ。あれ、でも短いコースでしょ。あん、もちろんパー3で、7番ぐらいで打って入ったみたいな。成田ヒルズカントリーの8番ホール。8番ホールだ。はい。145ヤード、9番アイアン。右からのドローで。ちょっと待って、9番で行ったんだ。誰がゴルフの話聞いたの？誰が車の中で。いや、でもホールインワンはな、一応報告しとかないと人生で一回あるか分かんないよ。そうだって。そこだけは俺最初にやりたかったもん。プロでもいるんだからね、まだホールインワンしたことない人もいて。なるほどね。もう入った瞬間見えたの？いや、はい、右の方にこう落ちて、ちょっとどんどん寄ってったんだよね、ボールが。うん、で、後ろにいた社長さんが、うん、おい、ボールが消えたぞと。はいはい。いやいや、そんなわけないじゃないですか。で、まあ、入っちゃったって、もう多分入ったんだろうなって思いながら。分かりながら言ったんだ。え、もちろん、それで狙っていく。しかもあれじゃん。ニアピンのホールだったね。あ、ニアピン賞のホールで。そうそう、ニアピン賞のホールで俺がホールインワン取っちゃったから。あ、じゃあコース通りだったんだ。もう、はい。もうマネジメントってやつですよね。右に落として、うん、傾斜で下ってって。俺もさ、一応その日、そうだね、回らせてもらってて、俺目の前で、だってパッと目の前で、そう、時期とかホールインワンしたんだけど、あれなんだ、そう、打った瞬間に首かしててたけどね。違う、右からこうドローで見えてたね。落ちてきたんだよな、落ちてきて入ったんだよな。てか俺今年の下半期調子が良すぎる。うん、まあなんかここでは話せないけどさ、ちょっと一個成し遂げたこともあるじゃん俺。うん、成し遂げた、一個成し遂げたこともあるじゃん。そっちの人みたいになってるけどね。で、今日何の日か分かる？クリスマス。今日クリスマス。まあクリスマスイブか。まあ俺はそっちで見てなかった。今日有馬記念。はいはいはい。3連単だよな、今まで。3連単取りました。あ、取ったんだ。え、いくら入れたの？いや、まあ金額はさ、まあ金額はやらしい。言っとけよ、言っとけよ。金額はやらしい、記念だから言っとけよ。いやいや、いいよ、いくら突っ込んだんだよ。まあ3連単、6等ボックスで買ったんでね、120通り1000円ずつ買って、だから12万。うん、12万だ。そうで、4万2000いくらついたから42万いくら。だから、この間、先週のホールインワンの保険と合わせて、だいたい90ちょい、100万ぐらい稼いでるね。どこで使ってんだよな、遊びで稼げんだね。だホールインワンって、俺なんか聞いた話だと、お金払わないといけないみたいな。あ、そうそう。だから、キャディさんにチップで、みんなにさ、コンペだったから、5組だったから、キャディさん全員に1万円ずつ渡して、あ、ちゃんとそういうのがあんの？その日の打ち上げと二次会、まあ、ねだられて。そうだよ、全部おごったよね。まあでもその50万入ってくるからいいんだって感じで。そうまあでもそんなもんで30万ぐらいしか使わなかったから。ああだよね。あとクラブも新しいの買おうかなぐらい。ホールインワンあれ、まだホールインワン、まだホールインワン、いや俺一個だけこのさ思うのが、ホールインワンしても1位にはなれないんだね。でもね、なれねえよ。そういうもんじゃないんだ。その前のスコア。俺はそもそも勝負、俺も言ってたんだけど、勝負だと思ってやってないから、こっちは。俺20人中18位か。だってお前前半で90ぐらい叩いてなかった？叩いてたよ。だから全部で多分165ぐらい叩いて、キャディーさん数えてないですけど、多分200いってますねって言ってたから。最終的にだってカート持ってる時間には走ってる時間の方が長い。そうです。しかもなんか最終的にそのなんか回ってたらさ、なんかしびれ切らして。キャディーさんがね。そう、キャディーさんが。俺
これ打ちましょうかって キャリーさんが打ち出す。聞いたことないから聞いたことないから、キャリーさんがお前俺打ちましょうかなんて聞いたことない。そんな失礼なやつ。そう、地元の友達の全然ゴルフできないやつと2人で回ってだったんだけど、もうその2人で1コースで1回キャリーさん使っていいっていうルール作ってじゃないと終わんないからいいルールだよっていうのをやってたけどね。はいはい、はい、まあ、そんな感じで、はい、チャンピオンロードの本気か、最初ゴルフの方の話だろ。いや、そう、ちょっと切り替えていかないと、ゴルフの話これ一生続いちゃうから、うんうん、チャンピオンロード のバンドバージョンが配信になりました。はいはい、はい、うん、先週ね言ってたんで、まあ、Amazon 限定でね、うん、Amazon 限定で、うん、で YouTube でもビデオ出てるよね、一発撮りのやつ。出た出た。いやいいよね、いいよねあれね、うん、あ本当に一発ぐらいだったよね、やったのね。うん、本当に一発だった。2回回したけ、2回や、うん、一応やったぐらいか。うん、うん、あれテンション上がるんだよな。いや、いいよな、なんか本当に対面でやるのな、うん、なんか渋いよね、うんうん、渋いよね、うん、じゃあいいっすか、流して。じゃあ一旦それ聞いてもらおうか、うん、はい、うん、じゃあ、バッドオップでチャンピオンロードバンドバージョン、 Amazon ミュージックオリジナル、フューチャリング金子信明、ケンケンマササックス、伊沢一代さんです。思い出してみろガキの頃、辛い環境周りのこと、神からの試練でまあボロボロだけど、ちょろ出口見えたとこ。本物は記憶から消えない、伝説は死んでも死にきれない、大勢の人たち忘れない、誰一人させない、せ勘違い、行けよかませ、越えろ川崎から続くチャンピオンロー。繰り返しても何度目の出会い、踏みしめる屍に閉じてんだ、また純粋な失敗を願い合う、歪んでるワインの街で奪い合う、愛の不転が引く不等の不転が不死者、家に乗らない人生を駆けに遊べるリズム、同じオンファネの無事なのたち、こんな環境に行くなば死する環境じゃない、敵対やじとプレッシャー、始めた時無名の前座、作り話よりできた映画、生きる伝説はバセロフォーカス、天から来た億万長者、時計の中と頭には王冠、茨道の先にある王冠、20世紀ケージなくて警察がうれ入り泣いて、ゴリで切りて切り出しろいて、イエローテープ歴史ね抜け出せ、砂漠砂漠でスパカレー、夢見てたぜね砂漠が楽園、出会いは眉毛のせめ公園、別れは夢見てただけ公園、歴史が悪いようなゴーゲン、茶だけが貴重なルーベ、抜けば抜けられた白い目、けどラブで出た街の響き、ライブの時は風邪ひいてる、チケットかまえて叫こんでる、ウイルスみたく俺言うって全国にバルマゲ、羽のけてきたヤジとプレッシャー、始めた時無名の前座、作り話よりできた映画、生きる伝説はバセロフォーカス、天から来た億万長者、時計の中と頭には王冠、茨道の先にある王冠、このカルチャー捧げてきた。はい、ただいま聴いていただいたのはチャンピオンロードで、バンドバージョン Amazon ミュージックオリジナルでした。かっこいいよね。うん、いやかっこいい、めちゃめちゃハードだよね。ライブだと相当テンションぶち上がって持って帰るような、うん、そうね、負けしかも、ま、ちょっと負けそうになる、負けないように、なんかそう、なんか負けたくないみたいな気持ちになるよね、うん、やってると、うんうん、はい、ハッシュタグリバトークで皆さん質問お願いします。これからちょっと拾っていこうと思います。そうね、お願いします、お願いします。いろいろ来てますね。来てる、拾っていきます、拾っていこうか。うん、一個いい、みーちゃんから、うんうん、ついにアメバ TV 解禁になりましたね、 G キッド君、ベンジ G 君、自転車で転んでませんでしたかって来たんです、うん、はいはい、まあ、転んでないよ、
そうだね、うん、であのアベマ TV で1月6日から放送されるあのバットップ1000万円1週間生活の CM があの昨日かな、一昨日か一昨日公開になって、はいはいはい、まあ、1月6日からスタートする中の、まあ、CM で映ってたね、うんうん、入ってたね昨日。だから俺ジンドック君のライブフューチャリングで行ったんだけど、100円で、はいはい、で1曲だけ行ったら、うん、みんなに言われた、そのアベマの企画。みんな見てるんだ。みんなやばそうだねって。うん、まあやばいよね、一言で言うとね、うん、どういうやばそうだよねなのかね、なんかね、まあ今まで積み上げたもん崩れる系のやばいだよね。もう積み上げたっつうか、もう隠してたもんが全部出ちゃうみたいな。隠してたわけでもねえよな。でも、まあ、別に出すところがなかったってだけで、うん、そうなんだけど、うん、まああのチャーリー、まああそこだけ切り取ったらな、まあ、まあまあな衝撃映像であるもん。でもそのシェアハウスの家にもさ、ずっとカメラついてたしさ、もう24時間マイクとかもついてたからさ、もう本当自分らの素が出るって感じだったよね。素だね、もちろんもちろん、うん、本当カメラついてないとこ、うん、トイレだけだったよ本当に。トイレと風呂場だけだったね。いや風呂ついてたし。風呂もついてた。風呂もついてた。本当うつ。だから俺カメラからだから背向けて風呂入ってたの。はいはいはい。思いっきり外から抜かれてたから。うん、そう、一週間生活楽しみです。お宝映像期待してます。放送前なのでネタバレしない程度にメンバーそれぞれの見どころを教えてほしいです。うん、結構あるよな、うん。それぞれあるもんな。みんな一人一人。でも全部。が詰まってるよね俺らの、うん、全部だよね。もうなんか昔からこれよ、うん、俺ら、まあそう、うん、特別なんかっていうわけでもないし、うんうん、なんかもうまあそうだね、あんま、そっか、でも、まあ、ててまだ一番もやってないからまだ何もあんまり、ね、そうね、あんま喋れないよね、あんま喋れないとか、うん、まあ確実に本当に見せてきてない自分らの普段が全部見れるって感じだよね。そうだね、本当に離れないでくださいって感じ。本当にそれ見ても離れないでねっていう気持ち、うん、ね、こっちとしては。1週間で本当にちゃんといたもんな。 いたね、なんか、うん、本当笑いよりいよ、うん、涙ないけど、うん、涙ないけど、お前泣く人もいるかもしれないもん。いやでもなんかいいなってなるよ。涙あったろ。涙はもう涙はあった、まあ、泣くはないんじゃないの、うん、まあ、泣くは、あ、涙あった、涙あった、涙あった、うん、涙あった、全部あるだろ。まあベンジャジンも、まあ、ねねねね、泣こうと思えば泣ける瞬間あったと思う。そうだね。どういう涙か別としてな、 どういう涙か別としてね、まあ、1月6日からやるんで、あの皆さん楽しみにしててください。それは放送が土曜日なんだよね、土曜日の夜なんだよね。そう、放送だから土曜日の夜放送して、日曜日言い訳しに来るわけだもん。そう、ね、日曜日あのそれの弁解しに俺らが、ちょっと俺行かしてくださいって、うん、それのそういう、ね、スタンスになるわけだ。そうだね、あれについてちゃんとみんな説明したいっていうところが、まあ、なるほどね、多分、まあ、でも本当にメンバー一人一回は本当にありえない恥かいてるからね。恥なんて書いてねえよ、まあ、俺は、まあ、俺恥なんて書いてねえよ。まあ、うん、まあ、そのスタンスだ、うん、まあな、普通にまあ記憶ない時とかあるしな。恥かいてんのお前だけだと思うよ。うん、恥かいてんのお前だけだよ、恥ずかしい。いやお前ふざけんな、そっち側にもあんのよ。まあ、うん、でしかもあれでしょ、今回さ、この企画鈴木おさむさんがさ、うん、やって企画してさ、やってくれてさ、うん、で来週、そう、来週の来週1時間スペシャルなんだよね。そう、来週は1時間スペシャル、年越しすんだよね。年越し1時間スペシャルで、あのおさむさんが、うん、ね、ゲストとして来てくれるっていうね、うん、本当にありがたいね、そんな年越しの時に俺らのラジオなんか来てくれちゃってさ、ね、ね、うん、そんなね、お正月ほぼもうね、年明けて、うん、すごいよ。まあ、紅白かラジオっつったらね、どっち撮るっつったらラジオ撮るよね。あの8人で共同生活してみて、こいつとだけは絶対住めないって人いましたかって言ってるんだけど、住めないか、そんなないかな。いやでも俺ベンジャージーとだけは寝れねえなと思った。あ、いやいや、全員寝れねえだろ。いや全員寝れないけどな。エイリアンがいる、それ言うとさ、エイリアンがいると思ったよ。本当にあ、いやそう、ベンジャージーめちゃめちゃいびきうるせんだよ。そう、俺がさ今回もさ、うん、同じ部屋だったじゃん、うん、やばい寝れない。あ、そっか、同じ部屋だった。俺が同じ部屋だったんだけど、いや、いやお前らその、まあ、いびき動向の前にまず俺夜寝ようとしたら、まあ、下から歌声とか聞こえてたからね。カラオケついてたからね、俺らの部屋な。カラオケついてたからね。もうカラオケついてたから俺らそこで寝たもんね。そうね、そう、そういうこと。部屋決めもめっちゃあのスムーズに決まったんだって感じだったもんね。うん、いや本当だよね、なんかみんなまあどこでもいいけど、うん、特に部屋決めみたいなのもしなかったもんね。まあ決めてカラオケだなって感じだったよね。うん、うんうん、で、いたの逆に。何を？何を？その一緒に住めないなと思ったメンバーは。いや別にいないんか。別にいない。うん。あ、いる？逆に。
俺はだからいない、うん、ベンジャージーとは寝れないなっていう、うん、ちょっとね部屋を開けてほしいよね、まあ、そこね時期が来るからだ、うんうん、まあちょっと何言ってもあれなんでちょっと見てもらってって感じなんで、うん、そうなんだな、はい、ちょっと1月6日に始まるんで、うん、見てくださいぜひ皆さんお願いします、ね、お願いします。じゃあそんな感じで2曲目いきますか。はいはい、もうちょっとかんじゃない、どうなんだろうな、出るかね、出るみたいな感じだったけどね、うんうん、まあ楽しみだよね相変わらずね、うん、この人は天才的にうまいからね、やばいでしょ、はい、だってさ、はい、前回のさレップでやってた時のさリバトークでもさリルベイビーもう最多出場だったでしょあの時から流れてたか、まあ、サウスサイドとかそういう時代か、そうそうそう、ドリルスハード出てテンション上がってかけたの覚えてる、毎週 3,4 週連続でかけてたんじゃない、うん、まあもうひたすらトップを走りまくってるから、あの時からやばいよね、変わってない、やべーよ変わってないで今、確かに変わってるけど変わってない、うんうん、そうね、王様だよね、王様だよあれは、うん、はい、じゃあそんな感じでリバトークまた引き続きやっていきたいと思います、はい、てかそうね、先週俺とバークとビンゴとパトで来てさ、うん、2023今年を振り返ったんだけどさ、うん、はいはいはい、ジョジョとベンジャジーはなんかある今年、今年振り返ると、まあ、今年はありすぎたよな、どういう話、もう解散とかの話はもうずっとしてるわけでしょ、したした、まあまあツアーとかフジロックとかはやっぱ先週みんなね、そうだ、まああとはやっぱアメリカの旅行、うん、制作旅行、やったやった、まあ旅行つっちゃってんじゃん、まあ、制作旅行だよな、うん、思い出だもんな、うん、あれはもうまあ思い出だな、あれはないもんな、またみんなでああやって行くのはな、しかも大移動だったし、まあ、そうね、分かったね、その話ってあんましてない、もしかして、してないの、税関に止められたパターンの話とかしてない、税関に止められて、あのだってそうだよな JAL のあの、うん、キャビンさんたちがさ後から出てきて、あのさっきなんか止められて揉めてましたってパッと出てこねえな、アメバのでも揉めてんだからやばいやつになる、やばいやつになるな、そうだな、速攻揉めちゃう人みたいになっちゃうもんあ、でも止められてたよね、まあ俺いつも止められるからでもいつも止められる、うん、あのアメリカの人じゃん税関やってる人、うん、あの人日本語でどう喝してたもん、日本語でどう喝してる、日本語でまくしたっちゃベンジャジーだって巻き込まれてたもんね、巻き込み事故あれね、あれ巻き込み事故あ、そうベンジャジーも一緒に止められてたもんね、そうそうそう、まあ、止められてたというか、まあ、流星の後ろにいたって感じ、あ、うんうん、なんかさすごい逃げれない感じで質問してくるよね、あのアメリカの税関の人たちって、ね、分かる、うん、なんかあれ結局何の仕事してんのみたいな、うん、なんかちょっとまあ、あの仕事できたんじゃねえかっていうのを疑われないためにさ、俺らもちょっと隠したりしたりはする時あるじゃん、たまに、うん、そういうのは、まあね、うん、俺とだってジョジョがさ俺が初めてアトランタ行った時なんかやばかったよな、あ、やばい、だって13、4時間、そうだね、俺ら13時間、うん、税関で止められて、うん、あれはねもうちょっとヘイト入ってたと思うんだよ、あれはやそうね、あちょうどねそうだよな、そういうのもあった時だったからね、うん、最悪だったよマジで、そうあれはね、うん、ちょリバトーク読んでいい、はいはい、なんかそう、あのバットオップザファイナル向けのグッズなど出る予定ありますかって来てるんで、うん、あのちょうど、うん、あのこの後ね、うん、24時からはい、まあバットオップ最後のオフィシャルグッズになるかな、これね、かっこいいよね、最後だ、そうが、この後24時ラジオ終わってすぐですね、あの、うん、バットオップのオフィシャルウェブサイトで、まだ公開されてないんだよね、うん、まだされてないね、中身とか公開されてなくて、この後公開と同時にいいんじゃないの、販売受注化した、いろいろあるよね、うん、T シャツだったりライターだったり、このヒストリーティーいいね、どれ、ヒストリー、右上のヒストリーティー、ああなんか過去のこれまでのさコールデンサマーとかさバットオップハウスとかのロゴを全部使って、あ、本当だ、ツアーのね、今までやったツアー、ね、背中にやってる T シャツ、かっこいいね、これだね、そうだね、うん、全部着たって人いるのかね、全部着たツアー、まあ1箇所ぐらいは全部着てるって人はいるかもな、この T シャツ自体まだ見れてないんでしょ、そう、まだ見れてない、まあこの後もちろん、だから俺らが何のことを話してるのか分かってない、そうそう、分かってないよ全然だから見てもらおうよ、うん、うん、そうだね、まあラプティとかもあるからね、今回は、うん、今回のラプティめっちゃかっこいいね、うん、好き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 、ラプティって結構萌えだよね、うん、今日のお前ベーブルースみたいな帽子かぶってんのまあやめろよ、なんかね、意外とジョジョなんか最近キャップキャラじゃない、いや、ずっとキャップかぶってるよ、キャラのイメージ、中学校の頃から好きだよね、うん、あ、そうこれ、ベイブルースいじりしてくんのはもう2回目だよね、しかもね、うん、そんなにベイブルース、いや、ベイブルースでそれは
そう、全然見えないからどんなのか想像ついてないからね。今日お前何着てかぶってんの？あ、もうフロントあるじゃん。フロントある、目の前に入ったからかぶったって感じ、いいね。ででじゃねえ、そんな感じでお前フロントの子雑に使う なんなのお前急にお前急に帽子いじりしといてでじゃねえよ急に帽子いじっといてでは、お前それ横暴すぎるだろ、めちゃぶりすぎる。俺の今日のこのだからキャップはフロンターレ、あの、うん、この間パトが始球式蹴った時にいただいた、うん、結構限定だよね、うん、こんなの。あ、そうだ、始球式もやってんじゃん。それは多分ねショップで買えるやつどこでも買えるやつ。じゃあこっちのキャップはあのフロンターレさんのサイトで買えるみたいなんで、うん、しかもコラボ T シャツも、コラボ T シャツじゃなくてコラボ T シャツも買えるもんね。これユニフォームね。ああ、そっか、バットアップのね、うん、コラボユニフォームなって。でも相当すごいことでしょ、そのパトからしたらさ、もう、うん、フロンターレとのこうやってグッズ作れたり始球式いけれたりっていうのは相当、ね、緊張した。やっぱそれも今年の大きな1個のトピックなんじゃないの。それなんてパトからしたら相当でかい1個でしょ、うん、いや、まあでかい、いや、でかいけど、いやはダメだろ、まあすごいことなんじゃない。でもあれさ、うん、俺思ったけどさ、蹴る時にさ、上がらせてもらってさ、うん、グラウンド立たせてもらった時にあの受けた歓声ってさ、うん、あれ気持ちいいな。いや、あれは気持ちいいよ。あれなんかライブとは違う歓声の受け方だよね。本当に俺らここ出てくんのどんな感じみたいなさ、うん、ちょっと横があるじゃん、うん、あんな気持ちいいんだって、ね、めっちゃ気持ちいいよな。最高だね、めちゃめちゃ気持ちいいよ、うん、あれ蹴った人とかはもう相当気持ちいいんじゃない。本当にゴール試合で入れた人とか相当気持ちいいんだろう、うん、あれ滑っちゃうの分かるわ、滑り込んじゃうの膝からいっちゃうの、はい、行きたくなっちゃったもん俺も、うん、いや、あれはいいな、うん、確かにあれあるだけ、あれでなんか分かった、あの応援があるとないでなんか選手たちのモチベ変わるみたいな気持ち、うん、なるほどね、アウェーとホームの試合での気持ち、いや、それは相当あるだろうね、うん、なんか分かあれ身をもってなんか体感しちゃった気持ちだと、うん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 、なかなかあれは体験できることじゃないからな、うん、でリバトークで質問来てんだけど、はい、G-KIDさんは来年2月のクイーンの来日公演行きますか？俺がね、2週前ぐらいにかな、クイーン、うん、俺のさ、今年のさ、うん、Spotify の、はいはい、一番聴いたランキング1位が俺がクイーンだったって話をした、うん、クイーンなんだ、うん、もうヒップホップ聴いてないのよ、やばいね、そんなやつやばい、ね、あ、そうなんだ、うん、1位がクイーンだったんだよね、しかもクイーンだって話で、じゃあ今日は最後でってクイーン流して終わったんだよね、うん、その時そう、だから多分その質問来てるんだろうけど、うん、行きたい、でも本当に、うん、G-KIDと、ね、クイーン来日ってどういうこと？2月に、あ、だからクイーンってさ、あれボーカル変えてさ、あー、ボーカル変わったし、そうするとバンドの人たちまだ生きてる、そういうことね、人たち、うん、人たちはさ、やってるやってるのね、そうそうそう、まだやってるのよ、活動してんのよ、はい、あ、それでしょ、だから、もう行きたいなぁ、うん、どこでやんのそれ、どこでやんだろうね、全然知らない、ドームじゃない、ドームとかっぽいよね、うん、ドームなんだ、もう行きたいなぁと思ってます。昔の歌歌ったりすんの？でもそのお前のプレイリストにさ、ジーキットのプレイリストに入ってる曲とかも違う、あ、もちろんもちろん歌ったりすんの？歌うよ、歌うよ、確かに、うん、でも本当にゴルフとかたまに1時間半とか2時間移動とかで行くじゃん、うん、その時にまあ、ジーキットの車で迎え来てもらって行くんだけど、うん、1回もヒップホップ流れないからね本当にマジで、いやあれマジでね、プレイリストどっかで公開していいと思う。いや俺ね、そのプレイリスト、うん、いや俺とジョジョで作ってんね、俺共有してんの、そう、あ、共有してんの、あれ、そう、あれ共有プレイリストで、あのクラシックっていうね、ところに入ってんだけどあれだって未だに更新し続けてんの知ってる？知ってるあ、知ってるんだ、ちゃんと見てんの、うん、あの見てるし、ちゃんと普通に、うん、みんなにそういう話してないから分かんないけどさ、うん、まあ今年とかだけどさ、うん、聴いてる音楽のジャンルで言うとさ、まあ、10あったとしたらさ、うん、どんくらいヒップホップでどんくらいそれ以外って感じ？どういうこと？あ、どうなんだろう、まあ、1位がクイーンで、でも2位はちゃんとリルベイビー、3位、はい、やっぱ割合としてジャンルの割合の締めとして、あ、俺は普段 8ヒップホップで2位なんだ、うん、1年の締めくくりみたいなね、それがまあ普段感覚的にでしょ、うん、感覚的には91かな91で9がまあクイーンかなそれはクイーン限定なの、それはクイーン限定なの、そうね、クイーン限定、まあ、まずふとプライベートでかけ音楽きてえなって思った時にかけるのは絶対そっちだね。ああ来た、ほらほらほら、あ、来たな、もう気持ちいいだろ、まあ、確かにこれは知ってるよ、ね、これは有名だよ、これ有名だよ、それなんだっけ、キムタクのプライドな、あ、はい、早いね、そっちで覚えるんだ、そっちで覚えてる人だ、あ、しかもあれドームの5日前なんだね、
ああクイーンのライブ。さすがにそれはちょっといけねえな。確かにそれはいけねえか。ちょっと下見、下見を兼ねて。でもまあ見て、見に行って気持ち上げるのはありだと思うけど。でもまあね、こそこそっとね。こんなイントロ流れって確かにテンション上がっちゃうな。いや、うん、これはもうホールインワンだろ。これ入るだろ、これは。え、その日も行くとこのバイブスが必要なんよ。なるほどね。でもそれ、うん、でも時代を超えてなんかみんなに楽しまれるってそういうことだよね。そうだね。いやもう本当クラシックですよ。まあクラシックってのはそういうことだね。なかなかな。でもクイーン以外にはないんでしょ。もうほぼクイーンしか聞いてない。いやいや、もちろんクイーン以外も聞きますよ。でもほぼほぼそうね。え、ほぼクイーンだ。ほぼ1がヒップホップってことでしょ。うん、1ヒップホップ7クイーン、あと1はまあちょろちょろみたいな感じ。お前が普通に玉置浩二さんの普通に歌とか聞いてるもんだもん。え、パトはどんくらい？俺は普段普通の曲はあんま聞かないかな。ヒップホップは聞くけど。ああ、そういうヒップホップ以外のものはあんま聞かないか。俺も聞かないな。マジ？ほぼほぼ。いや、お前もクラシックじゃない？共同制作者や。いや、聞いてるけど、でもほら、まあなんかあのちょっとカラオケで誰かが歌ってて、うん、これ元の曲どんな感じなのっていう感じで聞くぐらいだけど、そのパターンよくあるよね。俺ら、うん、あの元の曲知らないけど誰かがカラオケで歌ってた歌で覚えてるから、うん、あ元曲全然違うじゃんみたいなパターンよくない？あるあるある、昔の歌とか。基本的にカラオケで俺らが歌う曲って元ネタ聞いたことないやつも多いよね。多いよね。確かに。 あれ、うん、あれ先輩があれ雪降ってきた。達郎さん、あれ達郎さん降ってきた。お前、これ一つ面白い話なんだけど、あ、もう、もう結構あのエンディングなんで。なるほどね。そうね、うん、その話はじゃあ来週に持ち越しでもいい。あ、もう来ちゃってるから。うん、もう最高だな。いや本当はね、ちょっと違う曲流そうとしたんですけど、あの、はいはい、なかったから。あのクリスマスっぽい曲を。そうだね、そうだね。本当はね、ちょっと短いからあれだけど、達郎さんね、あの、うん、俺の少年院に来てくれたの。へえ。で生で聞いたって。あ、いや、歌は歌ってくれなかった。公演公演はしてくれなかったんだけど、あのそう、あの、なんていうの、喋ってくる。あ、分かるよ、うん、あの、頑張ってください、未来ありますよ的なやつね。ゴルゴ松本さんがすごいやつでしょ。そう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 、うん、そういうのもあるって思い入れあるんですよ。あ、うん、はい、まあそんな感じで、はい、あの、まあ、あっという間に30分も経つんで、また、ね、あの、来週はあの1時間ね。はい、1時間、あの、鈴木治さんがスペシャルゲストで来ていただけるんで、はいはい、1時間やるんで、うん、ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。あの、この後ツアーグッズの受注販売も開始するんで、はい、よろしくお願いします。チェックお願いします。お願いします。ありがとうございます。ハッシュタグリバトークトゥダドームでした。ありがとうございました。